こんにちは、すずなり農園の松尾です。未肥料無農薬無効期、そして未使用耕作無施肥の農業の可能性を研究して日々実証実験をしております。今日はですね、トマトですね、バケツに入っているトマト、これは先週畑田んぼでお見せしたと思うんですけども、トマトがうわーってなって、今もうおーってなってた、いっぱい生えてたトマトを枝をこう切ってすっきりさせたんですね。でその枝をポイってやっちゃうとかわいそうなので、うちに持って帰ってこうバケツで水につけてたらですね、根っこがわーって生えてきたんで、せっかく根っこが生えてきたということで、それをこの畝に今日は植えたいと思ってます。これはトマトですね。これがここですね、1週間で根っこがパーって張ってですね、元気だったんですけど、今日は日にさらされてちょっと腐ってなってますけど、これはあれですね、口くら蒸散ですね。ここから蒸散して、葉っぱの水分が飛んで、こんな風になってます。で、今日朝からですね、妻があそこにトマトを植える場所を作ったんで、ちょっと見に行ってみましょう。何倍ですか？ちょっと垂らしにしてみました。我々の畝作りは草を刈るだけみたいな、ここにさっきのやつをこうね入れていって育つかなみたいな。よし、じゃあやりますか。はい、まず穴を掘ります。あー、ミミズちゃんが、うん、ダメやね、これガリッとやるとミミズが死んだのに。ほんと重いの、畑は。ほんとなんか土がいいよね。ふさふさ。うん、もう今自分のところ掘ってきたんやけど、これも粘土みたいな感じでさ、よくあんなのに耕しもするというか、初回産んだ産んだけもせずに植物を植えてたなって思って、ちょっと反省しました。でもあれはあれでやってみたかったよね。あれはそのバルタウン。ここにこんな感じの感覚で植えてる。ここまで大きくなるとはね、なんかわかんない。うん、ムカデがいっぱい。すごい大きなんですけど。なんだろう。掘れば掘るほど変わる。すごい大きなんですよ。石は？一個出してみよう。うん。すごい大きなんですね。すごいね、ほら。根っこ。本当だ。なんか根っこがこうやって、一週間で、できてます。これはこんな感じですね。そうだね。うん。反対側に入れたらどこ？あ、そうだね。ちょっとなるべくたくさん入れられない。なんかすごく大きな石が入れられて。なんか何だろう。どうしよう、これ。あ、本当だ。最後これ草間ですよね。うん。なんか今の中だとどうなるかな。大きな石が入れられない。大きいじゃん。あれ、待ってください。大きいです。ここ？これはちょっとダメだ。ニンジはちょっと見えない。なんだこれ。大きいね。急の裏側まで続いてそうな。こんなでっかいの出てきました。ありがとう、とか。ありがとうね。うん。面白い。逃げまどってね。ほんとだ、ほんとだ、逃げまどって。ほんとままのとこに来て、ふかふかやね。ほんとこやね、ほんとなんか、ほんと見たらね。うん。あんなところに、ひっけいじちゃんもちょっとかわいそうや。ママに何度もそう言われたんで。それはちゃんと覚えておりますね。こんなところでかわいそうじゃないって何度もないから。いいんだよ、いいんだよ。それが俺のやり方だ。でもちゃんと後で判定できるところが僕のいいところ。思ってない人に言われちゃったから、普段こうしてたとこ。面白い。本当は痛くなかった。この根っこが。なんかね、上すごいスイカがめっちゃでかくなってたんだ。スイカはでかくなってないんだけど、スイカの苗が。あと、キュウリの葉っぱもね、大きくなってるんだよね。まあ、実は全くなってない。なんか、根が取りやすい。なんだろう。モグラの通り道？
ですか。今日なんか品川とかもですよ、これ大丈夫かな。いろんな店が見えますけどね、うん、これはほら、ね、カナブンでいる大きいね。ね、これね、巷では害虫って言われてるけどね、この子が土を肥やしてくれてるんですよ、皆さん。ほら、殺しちゃダメですよ絶対殺しちゃいけません。たたられます。たたられた野菜を食べること。横にすごいのが走ってる。クズも全部ね、クズ湯にして飲めればいいですね。こんな大きなやつができてる。あ、ほんとだ。抜け殻みたいだった。今見たな。ちょっと近すぎるか。石だらけやね、ここね。うん、石だらけ。何個かだけでも根付いてくれたらですね、うん、一応このなんか狭い感覚で千鳥っぽく出てきて、あ、そうなの。ちょっと感覚分けないと、もっと根が強くしね、また根が収穫できなくなる。うん、ね、これほら、ここまでは腐ってるね。なるほど、丈夫だね、この苗。うん、ちょっとだけ根が出てるんだけどな、こんだけちょっと出てるんだけど、もう植えちゃっていいか、うん、僕の畝でもね、何個か生き延びてたからね、これだけ結構、うん、残ろう。全部育ったら、トマト屋さんができるね、うん、トマト屋さんに入りようない、うわぁ、でっかい、ムカゲ？ムカゲ、ムカデちゃん、よく土の中で生きられるね。あんまりなんか細長い体してるのにさ、移動が大変でしょ。周りをこう石で囲って花壇みたいにする、うん、サザエさんで出てきて、サザエさんちはあれだね、ビール瓶を作るんだよね。マスオとさ、ナミヘイがビール飲んで、うん、おー足りねえからもうちょっと飲むか、うん、すずい。だって、ここに入れたら、間に入れなくなるよね。あ、僕何も考えてません。じゃあ、間開けとこう。ここにこう開けとく。うん、こう開けとこうね。うん、ね、こんなにたくさんの段をね。うん。もっと取ってね。うん。いっぱい草買ってね。うん。自分たちが植えたい植物植えるでしょ。うん。エゴだなってね。うん、そうね、僕も一緒に思うよ。さっきもそう思ってたよ。一回ここで生えてるんだね、うん、今ここに植えようとしてるトマトよりもさ、何十倍ものか、ここいっぱい全部密集してたんだね。うん、これ全部買ってトマト植えるんだよ。もともと生えてた草にしたら、ほんと余計なことしてくれるのって感じだよね。うん、ね、野菜を育てるってことだよね。密集を育てるっていうかね、日を削りながら、だからこうなんかね、野草もこう活かせるような農法ができたらいいなと思ってるね。今はね、自然農法って言ってもあれでもね、草は刈ってマルチにしちゃうからね、やっぱり殺しちゃうっていうか、なるべく生えさせないようにする方法とかいろいろ迷って、草をね、いっぱい刈っても刈ってもね、またしばらくするとね、地面が見えないぐらいいっぱい草が生えてくるでしょ。うん、土の中にどれだけ種が入ってるのかなって思った。ああ、なるほどね、確かにね、土の中にね、うん、入るのをね、みんな全部詰まってるんだね。うん、またウヨンって出てくるもんね、うん、そうね。でもまたそのうち生えてくるでしょ。すごい密集してるねこんなんじゃダメいや、なんかなるべくいっぱい植えようと思ってた。もし伸びてきたらどうするんだ。結構幅がすごいね。うん、通り道もないと困るし、ま、ゆくゆくこの草はほらぼかすことにしてるんだけど、カリンコ自体を繰り返してしまっていますアリが逃げ惑っております。
アリの住みかを奪い、野草の住みかを奪い。そこまでして人は野菜を食わなきゃいけないのでしょうか、ね、哲学的になっちゃうね。商品連続に必要として野菜作りっていろいろ考えさせられるね。なんか今まで考えたことないよね。今まではね、スーパーに行ってただ売ってるから買っていただけなんですけど、そうじゃなくてね、いろんな命のつながりの中に野菜がいて、なるべくその命のつながりから外れたところで作ろうとして、ね、命のつながりの中に戻そうとしてる人たちも動物のことも考えるよね。うん、豚とかさ、牛とか鳥とかさ、もともとは生きてて、ね、それを私たちが食べるために捕獲してくれる人もいるんだからね。そういうのを考えるからね、食べ物を大事にしなきゃいけない。種植えた、花咲いた、実がなった、美味しいみたいなね。そんな、そんな間にね、普通で虫殺したり、野草殺したり、動物が来ないようにしたり。最終終了一定の法則。難しい。どういう意味？こんな密生して植えたら、一個一個はちょっとしかならんってこと。ただ、そうやって広く植えたやつと同じやつの成長量が残る。その言葉がそんな難しい言い回しになるんだ。すごいね。ハリガに野草が入るんだったらトマトでもいいんじゃないって。自分の植え方を正当化してみようと。入っていけなくなるよ。入っていけなくなる。そうね、ママがここに通路作ってくれなかったらもうおしまいやつね。あ、お腹空いてきた。これ植え終わったら食べようか。でも余剰キスもね、人生が楽しすぎて早く起きたんですよね。一番太陽が高い時間に水あげていいんだろうか。今日は曇りだから大丈夫だ。どうしようかな、それどっか植えようかな。パパが、私パパの3分の1ぐらいしか仕事してないの。私考え考え植えちゃうから、パパさっさっさーって植えとくかな。悪い意味じゃないの。後先考えて、とりあえずこのちっちゃい子たちをさ、植えてあげたいな。うん。一週間僕が世話しました。うん。毎日水替えをしました。うん。細やかな気配りができるけど、株間は狭い。あ、なんか、なんか虫がいっぱい湧いてた。え、何よ。ほら、このハエみたいな、いつも来るよ。それも間に埋めていってしまう？うん、そこにパッと。この、もう一列ぐらいいいんじゃない？そう、でも、それなくなるよ。どうしてよ。とりあえず、この子たちを、なんとかさん。埋めることが研究しないでしょ。別に、埋めれなくてもいいじゃん。まあ、そうだね。うん。まあ、最初、最後そうだね。この子たちは生きれる。そうだね。うん。あと、こんだけ。よし、こんな感じかね。もう1本ぐらい見たね。うん、1本ぐらい見てね。で、これでおしまい？うん、これで終わり。じゃあ、こんな感じで、枝打ちしたトマトちゃんを1週間水に伏せて根っこを出したやつを畑の端っこの方に植えて、トマトちゃんに帰ってもらおうと。という試みを行いました。今後ですね、このトマトちゃんたちがどうなるか気になる方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トマトちゃん頑張れ。